お疲れ様です。おお、来たか。トランクスがチェックしていた巻物に怪しい気配が感じられたの。この歴史では完全体になったセルによってセルゲームというものが開催されています。しかしこのゲームに本来参加しないはずの戦士が紛れ込もうとしています。ミラね。あいつは時の流れから外れた存在。俺も一緒に戦えます。お二人ともサポートをお願いしますね。あ、任せておけ。後輩にいいとこ見せなさいよ、トランクス。はい。ここから先は通さないぞ、ミラ。トランクス。タイムパトローラーの名にかけて、お前はここで倒す。実力の差は分かっているはずだが、お前の闘志は揺らがないようだ。当たり前だ。どんなに相手が強かろうと、俺は決して諦めたりしない。その得体の知れない強さ、興味深い男だ、トランクス。サイヤ人を連れているのか。ただの腕自慢なら俺の敵ではないが。今セルゲームの会場では5回戦のセルが戦いを繰り広げてるわ。二人の戦いの邪魔を絶対にさせちゃダメよ。お待たせミラ、準備が整ったわよ。今度は何をするつもりだ、トア。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。
セルの木がいきなり膨れ上がった。トアの魔術だな。残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。この歴史には昔の俺もいますから。パワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気をつけて。恐ろしく強いぞこいつら。無駄だ。絶対に勝てない。小さくとも私の子供たち。このセルジュニアは危険すぎます。みんながやられないよう一緒に戦ってください。誰だか知らないけど助かるぜ。トラニカオル。うお、君が喋った。俺をあの子供のところまで持って行ってくれないか。トラ、冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。よし、やってやる。名前も知らない奴らが戦ってるんだ。チャンピオンが逃げたんじゃ言うも笑いもんだぜ。よし、ここに投げるぞ。シャレー人造人間。そうか。正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。余計なお世話だ。出来損ないに。真の姿を見せたか。これで面白くなってきたぞ。ついにゴカさんが覚醒しましたね。しかしまだ本来の歴史と違ってセルジニアが残っていた。油断は禁物です。ゴカさんに加勢してください。いい気になるなよ小僧。まさか本気でこの私を倒せるとは思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出てな。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワー。信じろよ。こんな奴がこの世に。
セルゲームは誰でも参加自由なんだろう。参加させてもらうよ。俺たちもな。なんだ。よかろう。ゲームの参加を認めよう。メタルクラ。こんな時に現れるのか。なんじゃいそのメタルクーラというのは。なんでクーラが何人もいるんだ。やっと機械惑星ビッグデテッターの科学力を繰り出せたし、アンドロイドがね、あの穴はワームホール、地球と地球をつなぐトンネルのようなものです。メタルクーラたちはこことは違う地球からセルゲームの会場に乗り込んできているようです。なんとかメタルクーラを食い止めてください。トランクス、あなたも火星に行きなさい。ワームホールの向こうに行けば、ご飯くんたちと会わずに済むでしょ。わかりました。ここのメタルクーラーを倒したら、あなたもワームホールの向こうに飛び込んで。自分から地獄に飛び込んでくるとはね。これだけの数のメタルクーラーを相手にして勝てると思っているのか。
そっちこそ俺が何の作戦も立てずに突っ込んできたと思ってるのか。何？俺の母さんは天才科学者で、俺の趣味も機械いじりなんだ。ビッグゲテスターの中枢コンピューターに自滅プログラムを仕掛けてきた。もうすぐお前たち全員消え去る運命だ。なんだと貴様。さあメタルクーラーが動きを止めるまでこいつらを食い止めますよ。これでここは一安心です。みんなのところへ戻ってもらえますか。俺はまた時の巣からサポートさせてもらいます。すみません、よろしくお願いします。セル死の淵から蘇った心が私をさらにパワーアップして戻ってきた。気でも触れたら僕の思い上がりで死んでしまったお父さんの肩を打って嬉しいんだ。貴様はぜひこの手で殺したかったと思っていた。セルの力はトワの魔術でパワーアップしています。ゴハンさんを助けてセルを倒してください。諦めんなゴハン。お父さん、まさか どこ。あの世さ、火曜様に手伝ってもらって今だけ特別に喋ってんだ。まだおめえは力の全部出せてねえぞ。さっさと力を。はい。
を やった、やった。どうやら助かったようだな、俺たちは。おかえりなさい。今回はびっくりしたの、クーラがあんなに大量に押し寄せてくるとは。しかしトランクスのおかげでなんとかなってよかったわい。ええ、まさかトランクスがあそこであんな起点を聞かせるとはね。え、時の海王神様、そのつもりで俺を行かせたんですよね。え、ええー、そうよ、決まってるじゃない。じっと。何よその目は。なんとかなったからいいじゃない。やれやれ、お前さんも苦労しとるの。ははははは。